ようございます。今朝5時です。少し前に起きまして、これからインチョン空港に向かいます。今日のフライト8時40分発のフライトということで、始発電車に乗って、インチョン空港に向かうことになります。上からか、もしかして上からしか行けなかったなんか紙が貼ってある紙が貼ってあるクローズドって書いてある。
Ladies and gentlemen, Asiana Airlines flight 1322. Ladies and gentlemen, welcome to Asiana Airlines, flight 132 and NH6962 bound for Fukuoka International Airport. Our flight time will be 55 minutes. In accordance with aviation security law, smoking, violation of electronic Thank you.
やられたって感じ。止まってます。じゃあ僕らが降りたのはここなんですよ。ここで降りてこの横の通路を歩かされて、で、あれバスゲートじゃないかなと思うんですけど、バスゲートのところにまで歩かされました。でバスゲートのところで、検温とあと SOS のチェック、それが行われて、それでまた、2階に上がってくださいということで、1階のバスゲートから2階に上がってまた同じところ歩かされているのが、現状の福岡空港の、状況です。
空港セントリアに到着しました。約3年ぶりの海外旅行、最終日の様子いかがでしたか？あっという間でしたが、やっぱり海外旅行はいいですね。ちょっとした緊張感もあり、とっても楽しかったです。今回はおまけの福岡も美味しかったですね。この動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。2泊3日のソウル旅行、他の動画もぜひご覧ください。ぜひぜひ緑色のセグウェイのアイコンをタップしてチャンネル登録を、そしてもしよろしければグッドボタンもお願いします。チャンネル登録お願いします。